ランナーが二塁に行って、そして八島のところで山本監督出てきました。平井がここで起用されます。得点圏にランナーを置いて背番号21、平井光親、現役選手生活最後のバッターボックスに向かいます。ライトスタンドから大歓声、東福岡高校から愛知工業大学を経て89年にロッテに入団しました。今年14年目ロッテ一筋のこの平井をずっと見守ってきたマリーンズのファン。平井の通算成績が出ています。2割7分1厘、91年には首位打者も取った平井です。得点圏にランナーを置いた絶好の場面でもありましたね。そして今初めてヒットを打たれましたが、今日出来は最高の門倉がマウンドにいます。大歓声が鳴り止みません。そしてその平井が今花束を持ってこれからピンチランナーの戸坂と交代します。大塚さん、いやもうコメントないです。完璧なバッティングでしたね、はい。夫人が泣いています。平井の現役生活最後を告げるバッターボックスは見事なタイムリーツーベースヒットでした。8対3。いや子供たちの、ね、目に皆さんのこのタイムリーツーベースっていうのはね、一生焼き付いたんじゃないでしょうかね。そうですね、パパのためにこんなに応援してくれてるんだ、パパってすごいんだっていうのをね、見せれたと思うんですよね、はい。お父さんにとってはもう最高の子供たちのプレゼントじゃないでしょうかね、はい。今もう一度ライトスタンドの大声援に応えました平井。14年間の選手生活に最後の別れを告げます。822本目のヒットが出ました。そして294打点目を挙げています。14年間ロッテ一筋でやれたことを感謝して本当に誇りに思っていると話したこの平井。そして平井は自分のプレー以上にライトスタンドのファンの応援が一番の思い出だというふうに話していました。立川の当たりはライトへ、ライトは高野です。スリーアウト。この回は平井の見事なタイムリーツーベースが出てマリーンズが1点を加えています。8対3、その差5点と広がっています。いやね、なんか本当感動しましたね。そうですね、はい。平井さんのプレーもともかく、その奥さんとかね、子供たちが打った時にね、今もう本当に喋れなくなってしまいましたね。本当にこういうシーンをこの10月に入ってからいろいろな球場で私も目にしてきましたけれども、昨日のスワローズの池山という今日の平井という、はい、素晴らしい最後になりましたよね。東福岡高校出身の平井ですから、福岡の誇りという垂れ幕も見えました。横断幕が見えました。平井の通算1067試合目の試合でのこの代打でのタイムリーツーベースヒット、あと一息でスタンドに届くんじゃないかというようなすごい当たりでしたね。はい、ね、
首位打者も取ったことある平井さんですからね、はい、最後ホームランじゃなしに、ね、あそこはツーベースで終わるっていうところがね、逆になんか痺れましたよね。そうですね、はい、91年に首位打者、そしてベストナインに輝きました平井光親。その後今一つの成績という年もありましたが、98年には3割2分という成績でイチローに次ぐ2位というシーズンもありました。